った人どうぞ。おっおっと、初めて女の子が挑戦だ。いざ頑張ろうぞちゃん。行き坊主、手加減してやれ。お嬢ちゃんいくつ、どっから来たの。こらナンパしてんじゃない、真面目にやれて。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。左腕は握ったまま机の上へ。さあレディーゴー。お嬢ちゃん強いね。おっと、これはいい勝負だ。はい、残念、負けちゃった。ありがとうございました。あ、どういたしまして。お嬢ちゃん、また来てね。残念。あれ、俺の一万人にいかね。今の本気だったろ。うん、何者かな、あの子。腕相撲の女世界チャンピオンじゃね。あのダイヤちょっと欲しかったのに。あの子強いよ。雫が弱すぎるね。左でやればよかったのにな。あ、そうか。そうね、なぜ利き腕でやらなかったか。相手が右手出したからつい。もう一回挑戦したいな。ダメよ、もう。狙う獲物は私の出番全然なかったね。行くよ、デメちゃん。ギョ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 イ。この部屋中の散乱した死体及び死人の所持品すべてを吸い取れ。ついでにいつも。まだ息のある奴がいるよ。てめえら何者だ。まあいい、誰であろうと皆殺しだ。コミュニティが必ずてめえらとその家族残らずいたぶり、恥ずかしめ、地獄の苦しみを味わわせる。家族、何それ。ああ、金庫の中には何一つ入ってなかった。唯一事情を知ってた進行役オークショニアによると、一度金庫に入れた品を数時間前にまたどこかへ。お前たちの話を総合すると、マフィアの対応は妙な垂れ込みがあったので、いつもより少し警戒するか程度のものだ。重労働って何。ねえ、何。地下競売を仕切ってるマフィアンコミュニティの元締めのことで、六大陸十地区を縄張りにしてる大組織の長たちさ。十人いるから通称重労党と呼ばれるんだ。こいつらがこの時期だけ一箇所に集まり、話し合いによって様々な指示を出すそうだ。じゃあそれを実行するのがその陰獣なんだね。気づくと同じタイプの念能力者か。おそらくな。団体さんの定番だ。あれは掃除しなくてもいいんだよね。別にいいね。それに今日私らの仕事終わった。あ、そうか。いいぜ、俺が全部片付けてくら。お前ら手出すな。いいけど、なんだか退屈しそう。それは相手次第ね。じゃ、望み薄だな。心配ないよ。ん？ほら、行くよ。1 2 3。4。7。
オイラ対アリだな。ただの銃じゃ、ウボウギンの体にかすり。ダウト。ゲあアウト。めくってみろ。ゲもう一勝負いく。おめえビリで上がっといてその強気な態度はねえだろう。あ、いや来たよダウト。ゲそんなカードも見ずに。あ、手伝おうかウボウギン。余計なお世話だ。バーしずく、俺の体内の毒とヒルを吸い出してくれ。お前の掃除機ならできるだろう。デメちゃんは毒なら吸えるけど生き物は吸えないよ。じゃあしずく、早いとこ毒の方だけ吸い出してくれ。はーい。いいだか。うん、一瞬にして鎖が体中に巻きついて。新手の陰獣か。大丈夫、もう追いつく。やばい場所、もっとスピード上げろ。あ、ん？なんだこいつら、本当にこれがあの幻影旅団かよ。もろそうだぜ。あれ、陰獣って全部で10人だよね。これで全部揃ってるよ。ないわね。下縫ってあげようか。それだけはちょっと。しずく頼ま。デメちゃん、ウボウの体の自由を奪っている毒を吸い出せ。よい。吸い取り完了。逃げられたわね。ウボウが大きい声出すから。勝手に動くと俺たちが団長に怒られちゃうだろう。止めても無駄だぜ。あの腐る野郎に借りを返すまでは腹の虫が収まらねえ。よしなって。ウボウ、だいたいこのヨークシンの中から一人で。あっ、しまった。そうだった。どっか寄ってビール切ってこなくちゃ。落札条件は標的を確保して我々に引き渡。操作系はウボウ本人が操られてしまう場合がヤバい。本当だ、あの時の女。なんだ、雫の知り合いか。ううん、全然。ああ、思い出した。腕相撲をしてた子供ね。なんだっけそれ。お前おととい、あの子供と腕相撲して負けただろ。無理ね。雫は一度忘れたこと思い出さない。嘘だよ。いくら私でも子供には負けないよ。いや、その時お前、右手でやったから。なんで？私左利きだよ。いや、いい。俺の勘違いだった。でしょ？お涙もない連中だと思ってた。ルール、忘れてないだろうね。団員同士の交じ切れ、ご法度だよ。で、どうするのこの二人。まだ鎖野郎のこと聞き出せてないんでしょ。知らねえんなら解放してやればいいさ。どうだパクノダ。パクノダって女の調査はかなり信頼されている。勘以上の説得力を持った方法だとすると合点がいく。そしてやばい。確かにあの時は動きを止めたな。これだけ動き回って全く姿を見せないってのは不自然だもんね。次の作戦のための準備期間さ。すると計算が狂ったな。え、似てる？ウボウとあの子が？ああ、感情丸出しのとことか、怒ると後先考えなくなるとことかな。それに何よりそっくりなのが、他人事で一番力を発揮するとこだな。ウボウは一対一で戦うことを好んだが、一番強えのは信長と組んで大勢と戦う時だったからな。そうなんだ。ああ、ウボウは認めなかったが、守るもんがあった方があいつにとってはいいんだ。足手まといがいると強くなるってことね。
ていうかまあそういうことだが、毒舌だな。おい、逆に信長は怠慢専門っていうか限定条件付きみたいなもんだから、喧嘩のたびに二人は組まされて互いにブータれてたが、まんざらでもなさそうだった。喪服の楽団が奏でる旋律で霜月は高く穏やかに運ばれていく。デニー、やれ。こちら新地点、乗用車が1台検問と。引っ掛けだ。確認してきたぜ。何か変な掃除機を持った女の子と念弾を使うデカ物だ。太陽調整時期、星雲門壺。星雲門壺はこれだね。はい、コピーよろしく。機体が見つかったそうだ。月は一人で下月の影を追い続ける。俺や信長の能力はいくらでも代わりが効くけど、雫とパクノダはレアなんだ。旅団として失うわけにはいかない。雫、パクノダ、シャルナーク、この3人は主に情報処理部隊。さらに5本の足を失うだ。イエスと取るぜ。一つ、操作系なら実物の鎖を使い烏帽を倒した。二つ、具現化系なら念で作った鎖を使って烏帽を倒した。それって何か違いあるの？大ありさ。具現化系なら手ぶらを装うことができる。これは大きなメリットだよ。そっか、具現化系はイメージ修行が大変だけど、一度具現化ができてしまえば出し入れ自由だもん。自分に関して一切説明絶対に避けること。雫、パクノダ、マッチ、現在の地位を築いたらしいからな。でもなんでこの子ヨークシンに来たのかな。そりゃオークションじゃない。雫、パクノダ。はい。ナイスだ。はあ、まあ、たまたまじゃない。今日の地下競売に火の目が出品されることと。あった、本物。パク、マチ、雫、お前たちも一緒に来い。ホテルベーチタクルってのはノストラードファミリーの宿泊先の一つだったところだろう。ああ、長いたぜ。だけど仲間と一緒だ。6人で行動してる。ってところで降りた。サロマデパート方面に向かってる。しずく、そんなもんで調べるよりコルトビに探させる方が早いぜ。火の目のコピーのある場所ってわけね。すごいぜ。目を持って出かける気か。急ごうぜ団長。これから全員で捕獲にかかる。ゴッ。ん？サリ野郎、なしゃしねえ。つけられているな。いつから？やば、こんなの夢中で気づかなかった。団長。信長、パクノダ、ポルトピ、お前らは前のやつを追え。見えたか。影だけ。姿までは。路地に一人、ゴミ箱に一人。オーケー。行を怠るな。了解。
ください。もう追っかけないから許してください。またこの子。こいつか。一つ聞きたいことがあるんだけど。動機の言語化か。あまり好きじゃないしな。しかし案外、いや、逃げようとしたら殺していい。行こう。ここで待とう。クソ、好きだね。周りしてることを祈るしか。何だってやめえ。ロリオ。バーカ、ベイロークじゃねえよ。ベイチタクルホテルだよ。どう聞いたら間違えられんだよ。てめえはいつもよ。何見てんだこれ。勝負すっか。うお。消します。ほっとけ。目を合わせな。パクたちが来た。ねえ、携帯で怒鳴ってたやつもグルだよね。まだ残っているとは思えないけど。今のはそうだろう。ほっとけ。そろそろ目が慣れてきたか。そうね、だいぶ。あれ？団長は？誰か気がついた。しずく、こいつを頼む。ほらよ。はい。パク、その子たち。来た。説明しろ。停電したの。その隙に団長がさらわれた。鎖野郎からパクへのメッセージがこれさ。3人で行動しよう。負傷したパクたちのフォローをしつつ、これから団長を追う。パク、聞いてる？ええ。もし団長の乗った車を見つけたら。ん？団長の携帯からだ。しずく、お前は。っていうか、コインで決めるんじゃなかった？こういう場合。そりゃあくまで命令の範囲内で意見が分かれたらの話だ。こいつのは明らかなルール違反。でもやっぱり信長派かな。団長にはまだ死んでほしくないし、もちろんパクもだけど、パクも同じ気持ちだよ。だからこそ何も語らずに出て行ったんだから。やってみろよ。団員同士のまじ切れ禁止。お前信長派じゃなかったのか。油断させて後ろからかよ。心情的にはね。でもルールは絶対。掟への否定は雲の否定。それは団長をも否定する。それだけはしたくないから。約束したのならそれを一方的に破ることも。しつけ、チャル。ん？今俺たちにとって最悪のケースってのは何だ。団長はすでに死んでて、ヒソカ、パクノダ、マチ、コルトピー、シズク、信長が鎖野郎に操作されてる。そもそもそこが間違ってんだよ、お前らは。何？最悪なのは俺たち全員がやられて、雲が死ぬことだ。今からなら、鎖野郎が俺たちの動向を調べる術はなくなったぜ。うっせえ！死んでる。どういうこと？ねえ！
俺が説明する。念んてのは、それほど死者の念は強い。私たちは鎖野郎のペースに完全にはめられてたから、予言に従って名のある助念師を探しているはず。鎖野郎の弱点が分かってるから別に慌てる必要ないもんね。俺たちはそれを待てばいい。このゲームは実際に死ぬ危険があります。このゲームはその世界から実際に脱出できない可能性があります。何これ。以外にあと二人セーブできるぜ。パス。気が向いたらね。どういうゲームなのこれ。さあね。出ないね、こいつ。フィンクスとフェータン、今ゲーム中だよ。戻りたくてもすぐには戻れないのさ。え？このゲームから現実に戻るのはそう簡単なことじゃないらしい。すでにそれを諦めてゲームの中で第二の人生を歩んでいるプレイヤーがかなりの数いるはず。ゲームの中の人生？雫、コルトピー、ちょっといいか。グリードアイランドに。ああ、一緒に行かないか。どうせホームに戻っても予定はないんだろ。でもセーブできるのはあと二人だけなんでしょ。実はクリアが目的じゃないんだ。旅団の活動に関係あるの？まあね。それに俺や雫にしたら現実世界よりゲームの中にいる方が安全かもよ。わかった。いいよ。ユータの町か。本物の町と変わんないね。ゲームの中っていう感じじゃないな。フィンクスとフェーターもここにいるのかな。さあね。僕たちは別行動と行こう。まずは情報収集だ。やあ、お待たせ。なかなか優秀だ。レアカードも多少持っていたよ。入手難度とカード化限度枚数、それに攻撃型と防御型のスペルカード、このゲームよくできている。で、どうなの？ゲームクリアできそう？ああ、俺たちなりのやり方でね。私たちなり？さてと、欲しい情報は大体手に入れた。じゃあそろそろ説明してもらえる？1、まず町の人々100人ほど試したが、範疇外の質問には確率的な答えしか返ってこない。これは典型的なゲームキャラの特徴。その2、ブック。ゲイン。それは僕がコピーしたカードだね。これはコルトピのカードがゲームのプログラム外だからか。もしくは反則防止のシステムが働いているから変化しないと考えられる。その3、ゲームの外から持ってきたものや、こんな小石ならこの世界でも雫の掃除機で吸えたが、特殊な能力を持つアイテムは無生物でも雫の掃除機で吸うことができなかった。やはりこれも念能力で簡単にカードやアイテムを集めることができないようプログラムされていると考えられる。しかしこれらの事実はもう一つの可能性を示唆している。このゲームは仮想世界ではなく現実世界のどこかで行われている。どういうこと？全ては念能力で説明できるんだ。町の人々はゲームマスターによって操作、あるいは具現化された人形。島のものも重要なアイテムは具現化されたものだろう。コルトピは相手の念能力まではコピーできない。雫の掃除機はたとえ無生物でも念能力で具現化したものは吸えない。確かに僕はカードからアイテムに変える能力まではコピーできない。私の場合その制約で敵のトラップとか見破ったりするから。
うすうす感づいたのはフェイタンたちがゲームに飛んだ時だった。二人の肉体まで消えただろ。もしも本当にゲームの中へプレイヤーが入っていくとすると、考えられるのは魂が肉体から離れてゲーム機に入るってことで、体はその場に残るはず。わざわざ体までどこかに飛ばす必要はない。相手の生命に関わるほどのトラップにしては条件が簡単すぎる。その条件ではせいぜいプレイヤーを他のどこかへ強制的に移動させるぐらいが関の山と思えた。故にグリードアイランドの CD ソフトはゲームをするためのものではなく、初を行ったプレイヤーをこの島へ飛ばすためのトラップ装置。俺たちは現実世界にいる。なるほど、ゲームの中じゃなかったのね。で、だからどうなの？ここからが本番。他のプレイヤーから強制的に聞いたこのゲームのクリア報酬、覚えてるか？なんだっけ？忘れる？普通そういうこと。コンプリートした指定ポケットのアイテムカードから3つ選んで現実世界に持ち帰り使用することができる。そう、それは島の外でもアイテムが有効に使えることを示している。このゲームが現実のどこかで行われているなら、わざわざ時間をかけてクリアしなくても簡単に持ち帰れるかもしれない。三つと言わずお宝全部。どうだい？やる価値あるね。種のアイテムのうちまだ俺たちは数種類しか知らない。なるべく早く全て把握しておきたいとこだが、他にどんな便利で貴重なアイテムがあるか。私たちの探し物もその中にあるかもね。そこで当面の目標はスペルカード、ゴッドアイかアナリシスの入手だったらマサドラへ行った方がいいよ。ああ、あとはフィンクスたちとの合流だな。ゲームマスターは一人じゃない。ゲームマスターってどうする？ゲームの中にいる限り俺たちはゲームマスターの決めたルールに従うしかない。とりあえずアカンパニーパクって。招かざる客は何年ぶりだろうな。緊張するね。念のために聞くが、漂流者じゃないだろ。誰だお前、道案内でもしてくれんのか？このゲームの制作者の一人だ。レーザーという。制作者？主に放出系のシステムを担当している。スペルでの移動とか外敵対策。なるほど、そういうことか。おいシャル、いつまでも笑ってねえで説明しろよ。ん？ああ、ごめんごめん。クロロの名がここにあるんだが、おそらくこれは団長じゃない。確かか。もちろん、団長がすでに助念を終えてゲーム内に入り、たまたま俺たちと互いに気づかずにすれ違ったという可能性もある。でももっとわかりやすく説明がつくんだ。団長はまだ助念を終えてない。そしてここが、グリードアイランドだと知らずにこの島を訪れた。あん？どういうこと？どうして気づかなかったんだろう。ヨークシンの真東にあるんだよ。ここはほら、団長のあの予言。団長も俺たちと同じ方法でここにたどり着いて、すぐにレイザーに島の外へ飛ばされた。その時ここがグリードアイランドだと知ったんだ。そっか、団長は念が使えないから。そう、団長自身は普通の方法ではこの中に入れない。自分の名を使わせたのは俺たちへの隠れたメッセージ。ってことは助念師はこの中にいる。総力で助念師を探そう。うまくそいつを探し出せたら何も言わずに自称クロロに引き渡せばいいんだ。そうか。団長、密かに依頼したのね。
仕方ないけど、なんか複雑。